さて、これが今シーズン2度目の先発マウンドでした松井裕樹です。初回は2アウト満塁のピンチを招きましたけれども、清宮を三振、立ち上がりコントロール苦しみましたけれどもゼロで終えました。でファイターズ先発上原の立ち上がりです。こちらの方はフォアボールとそれから内野安打、これでランナー2人出してウィーラーにタイムリーを許しました。1点を先制すると、でこの後内田にもタイムリーが出ました。イーグルス初回2本のタイムリーで2点を取りました。さて先制点をもらった松井の2回のピッチングです。先頭バッターの渡辺、石川亮、そして太田健吾も三振。この回アウト3つ全て三振、前の回から4者連続三振です。3回です。この回も松井の三振ショー、姫野、太田大志、そしてこの後アルシアからも三振を取って、これで7者連続三振、球団タイ記録になります。松井4回です。8者連続がかかったこの回の先頭バッター近藤でしたけれども、ヒットを許します。この後横を三振で今日10個目の三振、自身初の、試合2桁奪三振ということになりました。しかし松井この後2アウト満塁で太田健吾に走者一掃のタイムリースリーベースを許します。これでファイターズ3対2逆転に成功します。4回の裏です。イーグルスは先頭バッターの山崎、この辺りレフト近藤取れませんでスリーベースヒットになります。ノーアウトランナー3塁、この後ワンアウト3塁になって堀内スクイズはフライになって、しかしこれ三塁へ、上原悪送球になってしまいました。三塁ランナーが帰って同点に追いつきます。しかしファイターズ5回の表ワンアウトランナー三塁一塁、チャンスを作って近藤、初球をレフトへ打ち上げます。これが犠牲フライ、1点勝ち越した5回の表のファイターズです。さて中盤松井の6回のピッチングです。この回は渡辺そして石川亮とまっすぐで三振を取りました。結局松井は今日は6回113球4失点でしたけれども三振14個を奪いました。ファイターズです。1点リードの8回、今日がプロ初登板になりました高卒ルーキー北浦龍司が素晴らしいピッチングを見せます。2アウトまで来るとウィーラーピッチャーゴロ、堂々のピッチング、8回3人で終えるピッチングを見せました。9回です。マウンド上には抑えの石川直也、先頭バッター銀次にヒットを許しますけれども2アウトまで来て最後は代打今井を空振り三振、最後は石川直也が締めてファイターズ1点差勝利、4対3で勝利ということになりました今日のゲームです。